ね、リッチパンダさん、JJ 何するのと。あ、決まってますか。決まってますよ。過去一手抜きですね。いや、僕も知ってますけど。だるくなっちゃって。手抜きの重みは高い。あ、そう。ちょっと、って感じだね。買ったんだけど、あの、なんていうんだろう。それしかなかった。安くて、ちゃんとしてたのか。あの、まあ、ちなみに1万円超えですね。そう。ね、何回も使わないんだから毎日来なさい。いいっすよ、全然。俺いいっすよ。全然いいよ、俺は。まあ、それは後ほど、まあまあね、はい、まあまあ、まあありますけどね、はい、さあ、JJ 君や木下先生がジャガーさんのことをジャガーさんと呼んでることにキュンきます。絆の深さにキュンとです。ね、全然キュンなことないよね。これも、昨日のマチさんとのね、その前回に言ってたんですけど、うん、はい、要はその、ランカイ長が、はい、そのお家ではね、どう呼ばれてるんですかって話をした時に、そうですね、要は、でもその JJ 君は、うん、ジャガーさん、ジャガーさんって呼ぶじゃないですか、はいはい、何なんですかってジャガーさんの時に、うん、まあ、まあ、その、まあ、大使は、真似して、大使は、まあ、その、要は、母親としてじゃなくて、ジャガー君としてねって話してて、ああ、なるほど。だからやっぱ、いや、僕も現にそうなんですよ。そうですね、母親っていうよりかは、はい、生まれた時からプロレスラーなんで、だよね。で、そのプロレスラーの姿しか見てないから、ね、そうですよね。家庭で家事をして、などうのこうの。ふざけんなやってんだよ、少し。よりかはプロレスラーが多いじゃないですか。確かにもうテレビ出る姿とか、そういうのだったよね。だからやっぱ僕はやっぱ木下リミっていうよりかは、はい、ジャガー横田なんです。まあそうでしょうね。まあ僕もそうですね。あと、普通にただ単に呼びやすい。ねえ、分かれんぞ、お前。そんな家族じゃねえのかよ。さあ、インサイド大嫌いさんですね。ジャガーさんち見ました。ジャージ似合いすぎてびっくりしました。いや、今ね、ジャガーさんちも結構バズってますね。いや、頑張ってますね。本当にね、登録者ガンガン増えて、ちょっとすごいね。ガンガン増えてますからね。増えてますからね。ジャガーさん協力してるんですか。何も久保さんかわいそうだろ、ほんまに。出てるからいいでしょ。まあまあね、まあ、でも意外にいろんなネタありますね、ジャガーさんちってね。いろいろ撮ってますよね、いっぱいね。だから作ってくれる人が考えてるから、うん、まあまあそうですよね。私出てるだけだから、まあ多分2ヶ月先ぐらいまでもう撮ってありますね。結構撮ってると思うよ。撮ってますよね。でもまあそれもそうですし、うん、まあそれに付随して12月に、うん、我々ファミリーでございますね。はいはい。まあ、それがなんと、快挙の1ヶ月半で完売と、はい、完売、もう買えません。1ヶ月半じゃないよ。そうそう、多分1ヶ月以内完売ですよ。その枠ももう少ないので、ね、完売の後にもちょっと余力が残してるんですけど、うん、あまりにも人気すぎて、はい、ちょっと争奪戦になってるとこはちょっとあるみたいな。そんなかっこよくない。あのハッピースマイルさん、ウーバー食べないのって書いてますけど、まだ来てんじゃないですか。外に出んの。ジャガーさん、外に置いてあるよ。そうか。外で置いておいてくださいって。さあ、パブリックアクションさん、今までファミリーチャンネル見ていましたが、ジャガーさんのプロレスは見たことがありませんでした、うん。極悪女王をきっかけに最近はジャガーさんの過去の試合を YouTube で見ています。本当に強くて美しくて衝撃、絶対いつか試合に行きます。もうやってる地味に来てください。いつまでできるかわからないのに。特に明日来てほしいね。明日はまあほらもう大きな試合だし、ジャガーさん以外もすごいいい試合が多いと思いますからね。私以外の方がいい試合するんだろう。さあ、ダオティアンさん、JJ 君かっこいいギタリストはどうですかっていうのはどうですか。かっこいいギタリストどうですかっていうのなったらどうですかっていうんですかね。ああ、いや、俺音楽の才能がないんだよな。 N ドラさん、JJ 君めっちゃイケメン。すごいね。そうなんですよ、イケメンなんですよ、ごめんなさい。どうでもいい。MMNTY さん、ジャガーさんの指輪、先生からもらった指輪ですか。いや違うでしょ。いやそうですよ、もうちょっと当たり前だろお前。なんだろ、言ったよ。隣のおっさんだったらどうすんだよ。一人目の夫じゃないの。あーだ、3回結婚してる。一人目の夫ってどういうことだお前。もう昔の元彼死んでるから大丈夫なんだよ。え、そういうこと言わないんだよ。たくままさん、モノマネ入るの好き、面白い。ね、ジェジ君のことですね。なんでシートしたの。油断してたな今。ピースマイさん、リミさんってお名前素敵。よくあるじゃないですか、リミさんってね。そんなに少なくもないけどね。うん、あると思いますけどね。ないから日本人は。さあ、くたつこ、弓めくね、これ。極楽城から来ました。ジャガーさん、綺麗。あ、なるほどね。たくままさん、悩み相談は継続中ですか。もうやめましたね。いや、やめると思いますよ。悩み相談って枠にしちゃうと、悩み相談ばっかり来ちゃうから。まあまあ、そうですよね。だから、普通のトークもあり、逆に、うん、私より先輩の年齢の方には教えていただいたりとか。うん、はいはい。トークです。そんなこの間先輩から教わる。80何歳のお母さんとお話した。じゃあね、それ教えてもらったっていうので、じゃあちょっと復唱してもらおうか。何教わったんでしょ
おっとおっ と, おっとあれ教わったって言ったのに言葉が出ない。トークだから、はい、教わった結果的には教わったってことになるんだよ、皆さんね、はい、落ち着きでしょうか、はい、ジャガーさん言葉詰まると、はい、バカ絶対そうなんですよ。ちょっとそうバカで気分ごまかす伏せなんですよ本当に。ジャガーさんこれ自分の分買ったんですか、でも家族の分なんですか。家族の分でこんな少ないのこんなに少ないの一体。そうだよ、そうだよ。どうなんすか。だってこいつが食べないっすと。さあ、うさぎぼんさん、こんばんは。鎌倉女子大学の学園祭の時間を教えてください。よろしくお願いいたします。ということで、まあ、我々読書、おそらく昼頃だと思いますね。もしかしたら私、行かれないかもしれない。わかんないけど。たくままさん、3人揃ってのライブは本当に面白い。来年は見れないと思うと寂しいです。そうよね。もうそれ言われるとちょっと辛いのよね。足が変わってくればいいんじゃない。本当に辛いのよね。いや、しかし、明日、参議院選挙、あ、参議院、衆議院選挙ですね。明日、衆議院選挙でございますが、ジャガーさん、投票行ったんですか。あ、行ってください、ぜひ。明日、午前中行けるでしょ。ちょっと忙しい。忙しくねえだろ。寝てるだけだろ。なんでお前、そんな箸持ってきてんの。いや、これ来るから。まあ、JJ 君もですね、18歳になると、まあ、投票権来るんだけど、ここでこう食べないで。その頃は日本にいないかも。おい、2人聞いてるか、おい。まだライブ中だよ、おい。さあ、食べないくせに食べんなもん。はい、でもね、意外に食べる姿大好きですね、ジャガーさんね。人が食べるのすごい好きですね。食べる姿って全部可愛いもん。なんだよそれ、おい。その割に髪の毛をキスってんじゃないかよ。さあ、ユミユサさん、JJ 君やっぱり体育会の系の女子ってぐらいに可愛いでしょ。そうだ、確かにね。今日はね、前にも整えてきたんだよ。おっと、いいね。さっぱり系で行った方が、今の女の子の受けがいいかな。なの白 T シャツだし余計に爽やかだね。ジャガーさんに本当にそっくり。それはね、よく言われますね。言われますね。モテないなお前。まあこれからですね。じゃあ聞きますよ、ジャガーさん持ってたんですか。モテません。荷物がモテた。はい、そうですよね。いや本当にジャガーさんの元彼晒したいね、ほんまにね。ねえ、そういうこと言うのやめて。さあ、伊賀の忍者さん、先生に質問したいです。最近アップルウォッチが、朝方心拍数が下が43まで下がります。お医者様は40以下にならないとペースメーカーって言われましたが、何も症状がないのにペースメーカーつけないといけないんですか。まあ、こういう質問をですね、クリニックでお願いしたいと思います。まあ、ここで答えちゃうとね、まあ、この先進めませんけども、まあ、基本ペースメーカーっていうのは心臓を動かすものですから、極端に心拍数下がらないと、まあ、考えませんね。まあ、ちょっとここぐらいにしておきたいと思います。AKG さん、カレーかな。カレーですね、カレーですね。モティでしょ、違うの。JJ いらないって言うの。なんでだよ、こんなね。そのハロウィンパーティーされますか。まあ、されないですね。今年ないの、仮装。なんか2年前ぐらいになんか全員仮装して記憶ありますか。あ、やりましたね。はい、ジャガーさんもなんでコスチューム着ましたね。はい、めんどくさいよね。ちょっとぐらいやりなよ。いや、めんどくさいよ。60歳ってめんどくさい。まあ、そうですね。PTS さん、ジャガーさんお肌がピカピカですね。何かされてますか。エステ行ってますからね。一ヶ月行くんですか。なんと姫のちゃんとなんつの化粧水とか、うんうん、パックとかやってねえだろ。やってねえだろ。お前暴露される。ねえ、見てねえだろ。僕一回見たことないっすね。僕生まれて一回も。お前に見せるわけない。美顔器座ってんだ。まだあるの。コロコロとかパックまでやってみたことない。化粧水とかねえ、バカ、寝る前にやってんだよ。ちょっと見たことあるよね。いや、絶対ないです。紙だよ、紙の。さあ、明太好きさん、選挙行かないと税金払ってる意味ないですよ。その通りですよ。あのね、よく選挙も投票行かないのに批判してる人いますけど、おかしいよ、それは。自分が投票もしてないのに、その批判だけするっていうのは、ちょっと国民じゃないね。非国民。投票する人いなかったら、白票で出しなさいよ。そういうもんなんです、選挙って。自分で考えて、自分の思想とかそうなってほしい人に近い人に投票するのが当たり前じゃないですか。いや、今日実はね、先ほど X のライブで、僕も参加したんですけど、国民民主党の党首、玉木さんがそこに参加されたんです、うんうん、それは仮想通貨の、まあ、X グループの X だったんですけど、お父さんも招待いただきまして、まあ、出たんですけど、玉木さんだけだね、日本の若者に向けての公約出してる人。ちょっとびっくりしました。仮想通貨を公約に入れてる党って国民民主党しかありません。もう理由は分かりますよ。選挙ってさ、高齢者がいっぱい投票するから高齢者に分かりやすい。
高齢者向けの制作が受けるんですよ。だからやらない他のとは。だけど本当に日本のこと考えるんだったら若者潰しちゃダメじゃん今。いやそうだよ、間違いない。だって若者が今後高齢者支えるんですよ。若者のことを頑張らせないとダメじゃないですか。それをやってるの実は国民民主党なんだなってことが分かりました。びっくりしました。やってみなきゃ分かんないだろう最後まで。そうよ、だけど公約にも出してなかったらできないじゃないですか。でもやってもやらない人が多いじゃん。うん、まあまあそうだけど、そもそもですよ、出さなかったらやれないんですよ。出さなかったらやれない。でも口だけも多いよね。またバカ、口だけも多いけど、そもそも言わなかったらスタートラインも立てないんですよ。言えばスタートライン立てるじゃないですか。それをやらない人よりは言ってる方がマシ、そういう結論です。まあもちろんそうだよ、伝えなきゃ分かんないな。だから皆さんね、僕学生にも言ってるんですよ。とにかく18歳になったんだったら投票行きなさい、誰に入れなさいなんて僕言わないですよ、絶対言わないけど、もし入れる人が分かんなかったら白票で出しなさい、そう言ってます。そういう習慣つけないと選挙に興味持たないです。さあ、伊賀の忍者さん、親切な対応ありがとうございました。先生の声が聞けて安心しました、ありがとうございました。そういえばですね、今週は火曜日に北海道に行ってまいりました。ジャガーさんと一緒に北海道に行ってまいりました。旭川行ってみたいですね。そうなんです、旭川行ってきました。寒かったね。ジャガーさんとなんとお昼ごはんパスタ食べました。2人のパスタ屋行ったのって初めてじゃないかなと思うんだけど。見たことないね。ないよね、うん、おかげさんで2人でまあデートではありませんけどパスタ屋行って食べてまいりました。ないないない、デートじゃないの。デートじゃありません。違う、まあ、全然違うんですけど、まあ、ね、人に付き合ってもらってて、はい、そういう言い方ねえだろう。なんですか。選挙の応援ってあんたの友達だから。そうよ、デートだとそれについてってるんだからさ。はいはい、だからデートじゃないんだよ。デートじゃないよって言ったんですよ。だけどわざわざ言わなくていいの、そういうことは。そういう風に見えるかもねとか、夢があるようにしないとイラっとくれる。デートで後欲しかったってことない。言い訳っていいだろう。そういうことバカさん、そういうこと言ってんじゃないんだよ。さあ、まなみさん、昨日投票行ってきました。文句言いたいのでちゃんと投票してください。そうですよ、その方がいいと思いますよ。僕はどこに入れたらいいとかそういうことじゃなくて、ちゃんと国民の義務としてね、投票すべきだと思います。さあ JJ、 今の髪型めっちゃタイプ、爽やかイケメン。あ、タイプすげえ。なんかね、昔の吉田栄作さんみたいですね。ああ古すぎかな。いやいや、ご視聴されてる方は吉田栄作さん分かります。こんな髪型でしたね、なんかサラサラヘアでね。まあ俺もやっぱ聞いてんな今回。おっと来ましたね。さあマリコさん、ジャガさん、いい飲みっぷりね。そんなまだこんだけしかない。石で大嫌いさん、ジャガーさんと JJ もぐもぐタイム、私もご飯中です。そうでいいね。さあ、まなみさん、ジャガーさん、何なんですか、チーズなんですか。これチーズなんだね。あ、そうなんですね。チーズかい。うん、たとも確かに食べちゃう。これ、うん、ダディだよ。どうぞパートの種類。はい、パブリックアクションさん、最近寝る前にファミリーチャンネル見ていて飯テロされてますって。ご飯が食べたくない。ああ、そういうことなんですね。なるほど。なんか皆さん多いですね、なんかそのご飯食べが進むとか。ああ、本当ですか。要は寝やすくなる。うん、いや嬉しいね、そう言ってくれるとね。多いですね、みんな価値があるってことですよね。さあ、みこさん、よしこさん僕の母親ですね。もう東京にお住まいですか、お元気なら何よりです。東京じゃないです、神奈川に住んでるんですけど、やっぱり来たばっかりで、ね、都会慣れないから。いや、なんかすごいちょっと弱気になったんだけど、最近も一人でガンガン行きますよ。出歩けるようになりました。よかった、ブシッとブシッと。ああ、買い物も行けるようになりました、シルバーカーで。便利だからね。やっぱりね、都会はそうですよね。まあ本当僕もちょっと安心しました。でもしかしてよしこね、めぐるさん来るね。え、あんたおばあよしこって、よしこって言う。でもいいんだけど、ちょっと面倒やね。その相手するのちょっと大変だね。さあ、たくまさん、先生のお母様、先生生活慣れましたか。年老いてから故郷を離れるのは不安ですよね。まあ、ただね、妹2人が近くにいるので、毎日どちらかは来てくれるそうです。昨日かな、昨日は、1人の妹さんの、まあ、お嬢さん、娘さん、ご夫婦と一緒に食事行ったそうですよ。うん、なんか嬉しいよね、その連れてってくれて。本当にいいなと思いますね。いいお姉さんだからね、妹面倒見んだよ。そうなんですかね。でも本当2人はすごいお姉さんの面倒見てくれますね。あのね、お母さん本当に余分なこと言わないの。いや、まあそうですね、本当。確かにね、嫌な姑じゃないんですよ、本当に。余計なことは言わないけど、まあ、僕には言いますね、親子だから。そんこと僕には結構言うから、なんていうか、まあ昔よりはね、弱ってますから、やっぱり僕もね、気使って、まあ、お袋の
こと心配しますけど、やっぱりね、例えば僕が高校生の時の関係性例えば僕と JJ みたいな関係性だったら、すっごい僕もお母さんのことを面倒見ると思いますよ。ねえ、余計なことはない、嫌われる。でも違うから、性格悪いから、こういう感じじゃないからね、ほんま。あんただけだよ、だってこの子はいい子だし。はい、ハッピースマイルさん、吉田栄作さんも白 T 聞いてましたね。ねえ、性格悪いから。はい、たくままさん、吉田栄作わかります。ねえ、龍馬さん、JJ、髪綺麗ですね。いいね。今日でもセットしたばっかだから、うん、これが今一番ベストコンディション。ベストコンディションです。これで明日になった。これで寝てどうかが一番大事。まあそうですね。まあ、髪型で言ったらちょっとサリーに髪色。あ、確かにそうだね。サリーっぽいね。さあ、マユタン猫ラブさん、確かにご飯が美味しくなります。でもさ、こういうのも大事よね。ご飯食べながら動画ってなんだっていう人もいるかもわからんけど。うん、なんか食欲をそそる、うんうん、あ、美味しそうだなって言って、またこう、なんていうかな、ご飯食べようかなっていうのも、それも大事じゃないかな。いや、マジでも大事だと思う。いや、俺やっぱさ、ずっとさ、寮にいるとさ、うん、はい、コショック一人でそう、一人で食べてるから、うん、全然ご飯美味しくないのよ。やっぱ吉野家とか行っても、味は多分実際変わらないんだと思うけど、そうだよね、やっぱね、質落ちてくるんですよ。だからね、やっぱ50回やっぱり体に良くないってやっぱりよく言うじゃないですか、うん、気持ちとかも、はいはいはい、でも叱らないし、だけどやっぱでもやっぱ家帰ってきたりとかね、あとあんま基本的に家族3人食べることあんまないから、まあないですからね。やっぱやっぱちょっと俺もうご飯珍しくね、すぐ珍しいですよこれ、ちゃんとめっちゃガチ食ってる。そう、珍しいですよこういうの。そう、美味しかった。あんたのものがなくなった、いいんです、後でいいんです、そんなことは。さあ、なんですか、おー、いや意外にあのよしこ応援がありがとうございます。UNK さん、ジャガーさん、レモンサワーですか。もう今日もね、僕買い物に行って R1 買ってきたんですけど、ジャガーさんの飲み物もと思って2本買ってきましたよ。こういうのがね、ジャガーさんはね、全くわからないね。言わないとわからない。いや、自分で買ってきたと勘違いしてるからね。ね、そんなこと思ってないけど、はい、言ってそれが鼻につくから飲まない。ね、本当にね、恩を着せるなっていう割には自分ではめっちゃ恩着せるからね。いや、本当ね、ジャガーさん天の弱ですよね。そうなんです。僕あのジャガースのおじいちゃん、うん、おじいちゃんの小さい頃やりましたよ、ね。はいはい、前がそうだからね。ね、死んだじいちゃんにも天の弱だからそうっていうふうに言われましたね、うん、2歳の時に。そうっていうふうに言われてるけど、ジャガースも買わないやん。まあだからまあやっぱそこにいらんかな。やっぱ俺今そうでもないけどね、天の弱でもないけど。さあ、稲ちゃんさん、初めてインスタライブ見ました。